よ。さっき体操めっちゃ悪かったけど、今週中ランダムバトル、イエーイ。そうですよ。さっきめちゃめちゃ体調悪そうだよ。そう、死にかけてた。なんかすごかったよね、本当に。プール入ってダメだった時の小学生みたいな唇の色になってます。本当ね、本当そうだったんですよ。謎ですよね、急にというか、まあなんか一日でそんなに良くはなさそうでしたけど、なんかこうなんか焼き肉屋でこう寝てたらなんか治りました。体調回復したって。いやでも良かった、治って。デッドアダイとか入ったからね。しかも俺たち飯食ってから太鼓やってないから実質ね1曲目なんですよ。あ、1クレ目やばい。そう、忘れました。はい、ついあ、ソウリュってやったっけ。ソウリュですか。あ、やってない気がする。やってないですよ、多分。お、これ結構ソウリュでもらしいね。しかも、あ、俺たちアビコメでやるけどステーキだ。ステーキえ、さっき肉食って正規じゃん。俺たち普段さ、アベコメでやるじゃん。そうですよ。いい勝負になるじゃないですか、これは。やば。おすすめ。これはちょっと、まあ、ありがたい。1クレ目。そうですね。おすすめ。やばい。いい勝負になりますよ。だってスコア、ちょっとずっけが高いから、どうだったの？あれ？わかんない。アベコメだったら、多分自分の方が高いかもしれない。あ、でも見ればわかる。見ればわかります。どっちが高いのか。これはちょっと楽しみですね。
んだわと。負荷がちです。あ、そうだね、負荷がちょっと少なければワンチャンあったかもしれないけど、ね、負けた。意外に差がなかった。じゃあ次、ツッキー、1曲目、曲を選ぶな。1曲目を選んでいきましょう。まあね、最近あの新曲もいっぱい来てるんで。そうなんだよね、多分いろいろ増えてますね、かなり。いきまーす、ドゥン。思考の乱。あ、やりましたっけ。やってないですよね。よっしゃ、これは分からない。2人ともクロート、イエロークロートでやっていないですよ。てか隣焼肉って、思考にすごい焼肉のあれがついてるのにさ、これはやばい。思考回路どうなってんだよ。もう動く気がしない。カカ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 カ。久しぶりすぎて、もう分かってないっていうのが変か。
できるんで、そこで稼がないと。思ったより素直じゃないんですよ。
数見たらびっくりするよこれ。いやなんかまた俺訂正したいんだけど、俺の方が高くねえと思ってこの点数おい、俺の勝ちだろ。あーやっぱ総理練習したいでよかったやつは。いや勝てましたわ、やっぱ練習した甲斐があって。絶対俺やってないで、これ終わってからやってないで。いやマジか。まあまあまあ面白いから OK。 まさか同じ曲を2回やるとは。同じ回で、やだな。あとこれが起こる可能性があるとしたら、オロチですよね。オロチの表と裏が、あ、そっか、同時に来る可能性もこれから持ってるかもしれない。あ、両方10だもんね。両方10だもん。変な回でしたね。まあこれもこれでありかなと思います。また次のか、また次の日金曜日会いましょう。はい、まあ、いつ撮れるか分かんないんでね。あ、そうですね。